美しいっていうことが、例えばその美術の価値とか、まあ、アートにとってどれぐらいの意味を今持ってるのかすごい微妙なところだと思います。例えば何か見ている対象の方にあるのか、それともあらかじめこう人間の中に内蔵されているある種のこう反応であったり機能なのかって言われると、それは確かに美しいものを描いたら当然美しくも描けるし、逆に言うと台無しにもできる。だけど薄汚いものを描いても美しくは描けるんですよね。そう、何かこう見出すことができるっていうことは、むしろその美の概念っていうのはその対象にあるんじゃなくて、やっぱり僕たちの中に内蔵されているものじゃないかっていうふうに思うようになっていて、だからそこをこう他の人に共有できるようにこうそっとこうすくい取るっていうか、そういう技能っていうか、一つのこう、そうですね、本当に技術って言い方すると誤解されちゃうんですけど、その技術こそがやっぱりアートの一つの役割だと思うし、そこはちょっとねあんまり、手放したくない価値観ですかね。